はい、こちらピットです。ボートレース蒲郡では全県日にファンサービスとして選手の皆さんがあることをしているそうなんですね。何をしているのか早速行ってみましょう。何か書いてるみたいなので早速行ってみたいと思います。水野選手こんにちは。こんにちは。今何書いてるんですか？メッセージを書いていて、ここに意気込みを書いて写真を撮ってもらって、場内にある等身大のパネルに流して皆さんに見てもらうようなことをしてます。なんて書いたんでしょう？見せてください。じゃじゃん。はい、私の原動力はバスケ観戦から、私も誰かのためになりたい。最近バスケの観戦にハマっていて、バスケを見てる時に勇気が出たり、あと諦めない気持ちとか、なんか自信を持ってないとシュート入んないんだなとか、そういう面でファン目線でこう見て、あ、こうやって見えるんだって思ったんで、自分もなんだろう、その人の気持ちを動かせれるようなレースをしたいと思ってこれにしました。ではそのファンの方のために一言意気込みお願いします。皆さんのために、皆さんの勇気になれるように頑張るんで、最後まで応援よろしくお願いします。鈴木選手お疲れ様です。こんにちは。今回このボードには何て書いたか見せてください。じゃーん。蒲郡の味噌煮込みうどん美味しいです。これは、はい、食堂の味噌煮込みうどん好きなので楽しみに走ります。じゃあ今節も味噌煮込みうどんパワーで、はい、頑張ります。今日はファンの方に一言お願いします。あんま、いい成績残してないですけど、一生懸命今節は頑張ります。よろしくお願いします。さあ、では深見選手なんて書いたのか見せてください。じゃん。金メダル取ります。おお、これは、地元蒲郡で一等取ったことがないので一等取って帰ります。ということは今節の金メダルというのは1着。1着取って準優にも乗りたいです。はい、ではファンの皆様に一言意気込みお願いします。はい、全力でレースするので応援してください。お願いします。